株式会社 FM 秋田は秋田県を放送対象地域として超短波放送を行っている特定地上機関放送事業者である。略称はアフムであるが秋田県外では通称の FM 秋田が使用される。コールサインはジョク FMJFN 系列教区。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。 1992年3月31日2003年3月31日、現在の番組の詳細は、公式サイトの番組情報あるいはタイムテーブルを参照。自社制作のニュースは主に、秋田勲佐新報のニュースを扱っており、アフム先駆けニュースのタイトルとして放送している。この他、平日夕方16時40分と金曜夕方18時55分に、 読売新聞と朝日新聞のニュースも扱っている。平日の朝、夜間、週末の全時間帯は JFN ニュースを放送。なお、JFN ニュースは、秋田伊佐尾新報社が、スポンサーにつく場合は、アフム先駆けニュース、それ以外は、アフムニュースというタイトルで放送されている。FM 秋田における、推薦局紹介の名称。 一月の選曲は、邦楽3曲、洋楽1曲の、計4曲で、毎月1日に、新しい曲に変更となる。マンスリーセレクションの楽曲は、生放送の自社制作番組内や、ステーションブレイクを通じて紹介している。他地域の JFN 系列や、ABS ラジオのように推薦曲を紹介する5分程度の番組は設けていない。2013年までは、 年末に1年間に選曲されたマンスリーセレクションを全曲紹介する企画が自社制作の音楽番組で放送されていた。2009年3月まではマンスリーソングという名称で、1月の選曲は邦楽、洋楽ともに1曲の計2曲だった。また、ステーションブレイクでマンスリーソングが流れる際は当時夕方に放送していた。 イブニングオペレーションの番組宣伝も兼ねていた。現在流れているジングルは2010年代前半から使用されている。2000年代の一時期、FM 秋田と名前がわかるジングルが JFN 共通ジングルを除いてなかった時期がある。ありがとうございます。